はい、どうもなおじいです。本日はですね、今9月の10日8時45分をね回ったところなんですけども、またオンラインチャレンジの方をやっていきたいと思います。で、今日発売されるスニーカーはナイキのダンクコミュニティガーデンというねスニーカーが発売されるんですけども、こちらはね、今日この動画はね、ちょっと新企画というかね、実は僕のスニーカーではなくて、僕のね、この動画を普段ご覧いただいている視聴者様のね、支援で狙うスニーカーになります。この前のね、ライブ配信の時に、ちょっと視聴者様とね、お話ししてる中で、支援なんかもね、やってみたら面白いかなっていうことで生まれた企画なんですけども、一応僕の中ではね、新企画ということになります。どういうことかというのをね、簡単に説明しますと、まあいろいろね、スニーカーが今後もね、定期的に発売されていくんですけども、まあ僕もね、金銭的なこともあったりして、すべてね、いくら欲しいスニーカーが全部あったとしても、それを全て狙うことはできないといった時に、僕のねスニーカーズのアカウントをそのままね開けとくのももったいないし、まあ普段ねこの僕の動画をご覧いただいている視聴者様のためにもね、少しでも恩返しができたらというところで、視聴者様の中で狙ってる方がいればね、その方のまあ応援ということをねしていったら面白いんじゃないかといったところから生まれた企画になります。今日僕がねこれから挑むコミュニティガーデンは、もし買えればね僕のスニーカーではなくて、そのまま視聴者様に送るといった企画になります。これはね別に一切やらせなしでね、ガチでやっていきたいと思っております。なので当然僕がね、今後狙っていくスニーカーがあるときは当然支援ができないので、あくまでも僕が買わないスニーカーが出たときに支援するといった形でね、今後もやっていきたいと思います。で、今日はそのね第1弾ということで、コミュニティガーデンをね視聴者様のために頑張っていきたいと思います。この前のライブ配信でインスタの方でね写真付きでアップしてというところでご説明させてもらって、昨日応募してねすごいスピードで来た一番手の方をね、支援させていただくということで、お話はついておりまして、今日はその方のためにね頑張っていきたいと思います。その支援する方の了解は取ってないので、誰とかそういうことはね、申し上げませんけども、僕のね動画を普段ご覧いただいている視聴者様の方です。今後もねこの企画については継続して行っていくので、まだちょっと時間があるんでね、どうやって進めていくかというね、まあルールというか概要というかをね、ざっくり説明しておきたいと思うんですが、まずですね、僕が支援する方の、大前提としては、普段僕のねこのチャンネルをご覧いただいている視聴者様の方で、誰が見てるかっていうのは実際僕はわからないんですね。チャンネル登録していただいている方っていうのも全てが僕が見れるわけではないので、基本的には僕の YouTube のチャンネルにコメントをくれてる方とか、あとはインスタ、ツイッターとかにコメントをくださってる方、まあそういった方はね連絡いただければ、ああこの方だって僕もわかりますし、まあインスタとかねツイッターでねダイレクトメッセージいただいている方は、まあ履歴も残ってますんで、ああこの方普段僕の動画見てくれてる方だなということが分かりますんで、まあその方をまず第一優先として、選びたいと思っております。で、なんでそうするかというのは、まあ一応トラブル防止の意味も込めて、まあそうさせていただきたいと思いますし、この企画の大前提としては、普段見ていただいてる方への恩返しなので、普段見ていただいてる方はね分からないとちょっと僕的には難しいなっていうのもあるんで、だからまあ当然その普段見ていただいてるんだけども、コメントとかは残してないよっていう方も当然いらっしゃると思うので、難しいとこなんですけども、普段見ていただいてるかどうかっていう判断が僕はちょっとつかないので、もしねよろしければコメントで残してもらえれば、僕も過去の履歴見ていけば分かりますので、絶対ということではないんですけども、そうしていただいた方がね支援しやすいので、まあもしね今後機会があればね、コメントなんかもいただけると助かります。当然ねインスタとかツイッターのダイレクトメッセージでも全然構いません。何かしらね僕とこうコミュニケーション取っていただいている方は分かりますんでね、そういう方の方が支援しやすいので、今後はねそうしていっていただければと思いますし、ちょっとね上から的な言い方になっちゃって大変申し訳ないんですが、支援する上でね全く初めてこう接する方とねやるのはまあやっぱり難しいというかね、トラブルの元にもなりかねないので、そこはちょっとご了承ください。で、あとね、特にお金とかは一切かからず、もしね僕がこの支援で購入できた場合、お支払いいただくのは当然そのスニーカーの代金、あとはその買うお店によってはね送料、そのお店から僕の家に届くまでの送料が発生しますので、そのスニーカーの代金と送料プラス僕が家からその支援者様の家に送るための送料、そこだけちょっとねその送料だけ余分にかかってしまうんですが、そこはねもうねお金的な余裕もそんなにないので、そこはご了承いただいて、そこだけちょっとねお支払いいただければと思います。その他のお金は一切かかりませんので、プレミア的なスニーカーがもし僕が買えた場合、定価より高くなってしまうようなスニーカーの場合でも、なんか変なお金とかそういうのは一切ねいただくつもりはありませんので、そこら辺はねご安心して
てご利用いただければと思います。まあ僕としてはね、それで動画をね1本撮らせていただけるというメリットがありますんでね、あの支援をね、希望される方はアカウントがもう一つ増えるんで買える確率が増えるといったところでいいことしかないかなと僕的には思っておりまして、デメリットはねないかなと思っております。普段この動画をご覧いただいている方で、僕が支援できるときはね今後もどんどんやっていきたいと思いますので、ぜひね活用していただければと思いますし、今僕もねざっくりとしか説明できていないので、もしねわからないこと等あればね YouTube とか、まあ、インスタ、Twitter とかのねコメントで聞いていただければと思います。で僕もまだそんなにあんまり細かいルールとかは決めてなくて、まあ今回これ初めてやるんでね、徐々にねあのルールが必要なところは決めていきたいと思いますし、基本的なスタンスとしては何回も言いますが、普段僕のこの動画を見ていただいている方、視聴者様の恩返しという意味で、支援をさせていただくので、そこら辺はねご理解いただければと思います。ということで、今8時55分になりましたんで、あと5分ですね準備をしていきたいと思います。アンディの方はね事前抽選申し込みしておりまして、8時半の A グループは外れました、来てません。なので一応今日発売されるねコミュニティガーデンなんですけども、当然スニーカーズがね9時から抽選販売ということで、あと A&S がね9時から一般販売がありますので、スニーカーズは抽選なので、まあそんなにね慌てる必要はないので、とりあえず A&S を見つつ空いた時間でスニーカーズをやりたいと思います。であと9時半に B グループのアンディが来るか来ないか、まあ、そこが一番の勝負かな。で、あとは10時半にね、C グループの当選の通知が来るんですけども、ちょっと10時半までね、ここで動画をちょっと回し続けられないので、ちょっと今日用事があるんで、まあ、10時半のアンディは、もし当選すれば、まあ、ちょっと出先から動画を撮るのか、結果だけになってしまうのか、わかりませんけども、結果についても、まあ、この動画でね、触れられるようにしていきたいなとは思っております。はい、ということでね、58分にもなりますので、ちょっとね、準備をして待っていきたいと思います。それでは、頑張ります。と8時59分45秒になったんで、もうね始めていきたいんですが、すいませんちょっとねパソコンのなんか設定が悪くて携帯の画面がちょっとできないので、これは画面収録しておきます。はい、始まりました。すいませんちょっとね、うーわ A&S 繋がらない。A&S はね今全然開かないですね。あれ A&S がなんかバグってますね。進まん。商品ページまではたどり着けたんですけどね、あのバイナウ押してもねいかないっすね。ちょっと一回更新、あーダメだ。はい、スニーカーズはね無事に終わりました。はい、どうなっとるんだこれは。うわ売り切れだ。すいません、A&S 終了でございます。マジかよ。A&S はねご覧いただいた通り、ちょっとねいけるかなと思ったんですがダメでございました。すいません。ちょっとねなんかいつもと違ってかなり重かったんで、うまくつながればね、いけるかなと思ったんですけど、で自分はね商品ページまでたどり着いてサイズ選択してね、ボタンを押したんですけど、その後がちょっとね立ち上がらずというところで、更新かけたらねすでに完売しておりました。でスニーカーズの方はね、あと残り30秒で、締め切りになります。僕はね今まで前もちょっとお話ししてますけども、スニーカーズのね抽選販売は当たったことがないんですよ今までね。過去1回も。今度こそは今度こそはと思ってね、今日に至っております。今日もしこれで買えれば支援一発目ということでね良いスタートが切れると思うんですが、平常運転だとまあかなり可能性としては低いのかなというところですかね。はい、はい、締め切りになりました。はい、ということでねスニーカーズの結果が来ました。ちょっと時間があったんでちょっとトイレ行ったりしてね今戻って、携帯の方を見たらね結果が来ました。結果はですね外れました。
いや本当にスニーカーズの抽選は当たらない、うん、これで何連敗だろう。当たった試しがないね。本当にスニーカーズの抽選は当たったことがないっす。ダメだ。ということでね、せっかくね、支援企画第1弾なんでね、幸先いいスタートを切りたかったんですが、すいません、今のところね、いいとこなしということで、あとはアンディのね、B と C の当選発表がありますんで、そちらに期待しつつね、待っていきたいと思うんですが、ちょっとすいません、これから準備してね、出かけないといけないので、9時半と10時半の結果はね、出かけて戻ってきたら、またちょっと夜になっちゃうと思うんですが、結果報告して、まあ最終的なまとめでね、全体的なことをお話しして、まあこの動画をね、終わりたいと思います。アンディのね、C グループ当選しました。本当はね、もうちょっと出かけてる時間だったんですけど、用意してたらね、プッシュ通知が来たんで、実は今日ね、嫁さんのね、用事にちょっと付き合う予定で、これからね、嫁さんと一緒に出かける予定なんですけども、ちょっと待ってもらうことに、今、お願いしまして、動画をね、撮らせていただきました。C グループなんで、支援者さんのね、希望のサイズが 28.5 ということなんで、メインを 28.5 で、で、あとね、ご要望としては、なければ28か29ということなんで、その3種類を狙いたいと思います。もしね、その3種類、第1希望28、その次28か29、それがねいずれもなかった場合は嫁さんサイズをね購入して嫁さんに入っていただこうと思っております。一応ね今嫁さんにも確認したらね、あいいんじゃないみたいな感じだったんで、少しね飴を与えようかと思います。まあ一番はね支援者様のご期待通りに変えればいいかなというところでやっていきたいと思います。それではね、あともう2分切ってます。今ねちょっと連絡しながら行きます。今ね、支援者さんの方に、メールをしました。もう30秒ですね。やばい、携帯の画面を録画しときます。録画開始しました。それではね、緊張の瞬間いきたいと思います。もうね、あとログインするだけです。いきますよ、4、3、2、1、スタート。ログイン。うわ、マジ出ました。マジかよ、今日はすんなりいけると思ったら。邪魔邪魔、はい、まだある。 28.5 あります、今のところですけど。急げわ、ダメだ、完売しちゃった。29は完売してます。 28.5 ももうダメだ、間に合ってない。あーダメだ。じゃあもう20、すいません師匠さん、ごめんなさい、買えませんでした。なんで嫁さんサイズにします。ごめんなさい。嫁さんサイズで行きました。よし、はい、ということでね、アンディフィーテッドの C グループの方を今やったんですが、申し訳ありません。せっかくね、開いた時は28.5より大きいサイズね、は全部完売していて、28.5 とか28はまだあったんですが、28.5 カートに入れて決済してる最中に、完売してしまいました。本当に申し訳ないです。すいません。しょうがなかったので、まあ、嫁さんのね、最終手段として、嫁さんのサイズ。つってもちょっと大きいですけどね、25センチ買いました。はい。一番小さいのが25しかなかったんで、まあ、履けると思うんでね、履かせていきたいと思います。結構ね、いける可能性は高かったんですけどもね。まあ、ただ C グループなんでね、もう AB の方がね、大体大きいサイズ買われるんで、まあ、もともと数はそんなになかったと思うんですよね。ということでね、視聴者様支援第1弾としてね、今日は、スニーカーのね、オンラインチャレンジを行ったんですけども、ご期待に添えず、大変申し訳ありませんでした。今後もね、この支援はね、継続してやっていきますので、興味を持たれた方は、またね、次回の機会にね、ぜひ応募していただければと思います。本日の動画は以上になりますが、この動画を見ていただいてね、よかったなと思ったら、グッドボタン、あとはね、今後のために、コメントだったりもね、残していただけると嬉しいですしね、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。はい、ということでね、本日の動画は以上で終わります。ありがとうございました。